はい、どうもこんにちは。シアナレ講師の桑原です。で、今回はですね、僕が普段現代文を、まあ、普段というか、まあ、受験生時代にね、読むときに何を考えて読んでいたかっていうものを、ちょっとお話をしたいかなと思います。これ2本立てになるんですけれども、今回はミクロバージョン、ミクロですね。もう一個バージョンマクロがあるんですけれども、もうこのミクロバージョンより、文章の狭いところを見るようにして読むときにどうやって読めばいいかっていう話をしていきたいと思います。はい、じゃあまずそもそもなんで筆者って文章を書くんでしょうか。答えを言いますと、それは筆者が読者というか、まあ世間とか、まあ、それを読んでくれる人に対して何か伝えたいことがあるから書くんですね。はい、でそして受験生というかそれを読んでいる人は、それをしっかりと読み取っていく、相手が何言いたいんかなっていうのを、読み取っていくって意識で当然文章を読んでいくべきなんですよ。でもなんで受験生がそうやって読むべきかっていうのは、要は作文者っていうのは、問題を作る人っていうのは、その筆者が言いたいことっていうのをちゃんと受験生読み取れてるのかなっていうのを確認するような問題を必ず作るんですよ。例えば傍線 A とはどういうことかって言われたら、大体傍線 A を含むようなその文章の中でのその部分に至るようなところの要点をちゃんとつかめていないと傍線 A が説明できないような問題を作るんですよね。つまり文章の読解っていうのは、筆者の言いたいことっていうのは要するに何なんやっていうのをつかむことだと置き換えてくれて構いません。それができればほぼ文章の読解っていうことに関してはクリアできます。現代文に関してはクリアできます。まあ、なんでほぼっていうかっていうのは、きちんとね、聞かれたこと、問題でこう聞かれたらこういうふうに答えようっていう、その聞かれたらこう聞かれたらこう答えるっていう答え方の練習をきちんとした方がいいからですね。これはこれでまたちょっと別で練習はいるんですけれども、読むことに関しては筆者が言いたいことが分かればほぼクリアです。じゃあ具体的にそれどうやって読み取っていけばいいかが俺には分からんのよと、文章って長いしどこが要点かが分かれば苦労せんわっていう風な人が多いと思うんですね。僕も実際そうだったんですけれども、でそれをね、ある程度マニュアルにして、なんかそのこういう風に来たらこういう風にして、ここが主張だよっていうのが誰でも実践できるような形になってたらすごい嬉しいですよね。嬉しいですよね。じゃあそんな参考書があるんですかって聞かれたら、実はあるんですよ。それがこちら、はい、現代文読解の基礎講義。はい、以前、この参考書、このチャンネルでも、まあ、僕ご紹介したんですけれども、この参考書にはその読解、読むときに何を意識して実行するかっていうのがパターンとして、まあ、今評論文に関して言ってるんですけど、パターン化して分けられてちゃんと載っけてくれてるんですよね。で今回は結構この基礎講義に載っていることに基づいてにはなるんですけれども、僕がじゃあ実際受験生時代にあの文章を読むときにどう考えて読んでいたかっていうことをお話ししていきます。まずその1、具体例ですね。なんで筆者って具体例って使うんでしょうかね。これはね、要は筆者が、まあ、筆者と比べてね、頭の悪い読者、まあ僕みたいなね、頭の悪い読者にも分かりやすく伝えようってするためにわざわざ例を引っ張り出すわけなんですよ。つまりその本当に言いたいことがあって、それを噛み砕いて説明するようにするために具体例を用いるんですよね。じゃあそのみんなが使うべきは何ですか。その噛み砕かれたことじゃなくて、本当に言いたいことの短いところの方を引っ張ってくればいいでしょうっていうところ、まずそれをちゃんと探す練習をするってことですね。はい、その2、否定構文になります。はい、否定構文って何でしょうか。これは A ではなくて B だっていう言い回しになります。はい、でよくこの A ではなくて B だって言い方ちょっと考えてほしいんですけど、いやお前それ何々は B だって言ってくれればいいのに、なんでわざわざ A ではなくてってつけるんでしょうかね。そんなまどろっこしいことなんでするんでしょうか。要は A ではなくてっていうことをあえて言って B だっていうのをね、ちょっとコントラストとして浮き上がらせたいんですよね。そういう言い方をするってことは、つまり B だってことをより言いたいってことなんで、 B だの部分をに線を引いて、マーキングしておけばいいと。はい、3つ目、逆説。はい、まあ、日本語、まあ、これは英語とかでもそうですけど、 But とか However の後っていうのは、しかしとか、ね、の後っていうのは前よりも後の方が大事なんで、その後は主張が来やすいです。これは現代文にもめちゃめちゃ使えます。はい、4つ目、対比です。まあ、要は A と B を比べるってことをするときに、まあ、これ、否定構文の時もちょっと似てるんですけど、そのメインテーマ、本文のメインテーマ、より言いたいことじゃない方っていうのを引っ張り出すってことになってくるんで、そのより言いたい方、じゃあ A と B どっちが言いたいんかな、本文のメインテーマから見て A と B どっちが言いたいんかなっていうのを考えて、じゃあ A の方が言いたいんやったらわざわざ B を引っ張り出してくるようにして、でも A を言いたいって言われたからちゃんと A を2線を引いておこうっていうことをしましょう。はい、その次、疑問。そもそも筆者って全て分かった上で文章を書くじゃないですか。何々なのはなぜかとか、
何々とはどのようなものかとか、いや分からんなら文章書くなよって思うと思うんですけど、でもそれを分かってから文章を書いてるんですよね。ってことはそうでもして読者を文章に引き込みたいんですよ。ですからみんなはそのなぜかっていう、そのわざわざ問いかけまでしてくれてねえのと、問題提起をしてでも俺らを文章に引き込もうとしてくれてんねやなっていうものを感じ取って、そこに線を引くのと、あとそれの答えの部分っていうのは当然言いたいことになります。引き込んでわざわざその謎をかけてまで最後に答えをねみんなにたどり着かせたいっていうことになるので、その答えの部分にはちゃんと線を引いておきましょう。はい、その次、情報です。はい、まあこれはさっき逆説っていうのも言ったんで、それとも、結構かぶってくるんですけど、まあ確かに何々何々でもみたいな感じですね。確かにお前の言いたいことはわかるよ、でも今そんなんやったあかんやみたいな感じで、本当はお前そんなんやったあかんやって言えばいいのに、わざわざ一回確かになって言ってるんですよ。こんなまどろっこしい言い方をわざわざするっていうことは、それで相手にちゃんと伝えることをね伝えたいやっていう証になってるんで、ここはちゃんと線を引いておきましょう。みんなも覚えておいた方がいいですよ。相手を説得するのにめっちゃ使います。はい、でその次、要約表現になります。はい、まあ、要は要するにとかこのようにとかね、まあ、このようにっていうだけだとちょっと広いんで何とも言えないんですけど、まあ、文章の最後の方でいろいろ話をしてきて、このように何々何々っていう最後に文章の大まとめをしていくっていうのは、まあ、当然文章全体のまとめなんですから、そこを押さえれば文章の大枠を理解することができます。はい、その次、重要表現です。まあ、重要表現って言われて、いや重要表現ってなんやねんって思うと思うんですけど、これはあれですね、この時大切なのは何々何々だとか、最も問題なのは何々何々だとか、この本質は何々何々だとか、要は筆者が大事って言ってたら大事やん、大事だって筆者がわざわざ言ってくれてるんだから、そこはちゃんと押さえておこうねっていうことですね。その次、筆者の主観です。筆者が、これはシンプルに筆者が何々何々だと思うっていう風に考えをストレートに言ってくれてることです。評論文って非常にまあ客観的にいろいろ書かれていくんですけれども、その中で筆者がわざわざ主観を出してくるっていうことは、そこに筆者個人の主張っていうものが出てくるので、そこはぜひ、チェックをしておきましょう。はい、その次、反語になります。まあ、反語って言われたら、まあ、古文とかね漢文とかで出てきますよね。何々じゃないだろうか、いや何々何々何々だろうか、いや何々何々じゃないっていうことですね。その何々だろうか、いや何々じゃないって、そのいや何々じゃないって言ってくれればいいのに、なんでわざわざ何々だろうかって言うんでしょうかね。もうこれはもうここまで来たらわかりますよね。そんな言い回しをしてでも、筆者がみんなに伝えたいことがあるんですよ。だからそこはきちんとチェックをしておきましょう。はい、その次、定義命名です。国語って文章の中で筆者オリジナルの言葉とか、世間一般ではこう使われてるけど筆者はこう使うみたいな言葉っていうのがたくさん出てくるんですよ。そういうのにきちんとチェックをしておきましょう。例えば何々何々とはっていう表現が出てきたら、あ、これは筆者がオリジナルで筆者の中ではこの言葉っていうのはこう使うんやなっていうものを表すことになったりとかするとか、あと何々何々と呼ぶっていうね表現だったりとか、こういうのは筆者独自の言葉が、世間一般ではこう使われるけど筆者はこういう風に使うってことを表しているので、ぜひチェックをしておきましょう。はい、最後、列挙です。まあ、例えば1つ目は何々何々だとか、2つ目は何々何々だとか、何々何々また何々何々みたいな形で書かれていたら、それらはねそいつらの関係っていうのをしっかり意識しましょう。で、片方とかその一部が言いたいことやったら、1つ目が言いたいことやったら、その同じようなレベルので表されている2つ目も言いたいことになるじゃないですか。何々何々が言いたいことやったら、またの後も当然同じようなレベルなんで、その後も言いたいことじゃないですか。っていう風にして捉えていきましょう。現代文は決してフィーリングで解くんではなくてですね、筆者が言いたいことっていうのを確実に掴んでいくっていうことを意識して勉強しましょう。その中で今言ったようなことを考えながら、表現っていうのを意識しながら読んでいくと、すごいね言いたいことっていうのは掴みやすくなります。ですから、今こういう考え方知らなかったよって受験生は、ぜひ覚えておいてください。またね、これ僕普段の動画で読解法をちゃんとインプットしようって話をしてるんですけど、これが
一つ読解法になります。でこれがインプットできる参考書とかはね、動画参考書解説の動画内でこの参考書で読解法のインプットできるよっていうふうにお話ししてるんでね、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。お願いします。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画以上になります。今回でね紹介したような、読解法についてより詳しく解説したものとかを、シェアリングなりしないでは限定コンテンツとして発信しておりますので、興味、ある方はぜひ概要欄から1週間無料体験サービスの方にご参加ください。それではね、また、今度の動画で会いましょう。さよなら、バイバイ。